モンブランは東京都目黒区自由が丘にある洋菓子店。菓子店の密集地とされる自由が丘において、亀谷和都市堂と並び称される老舗。1933年にサコタ千万億が創業し、その後もサコタ家が経営に当たっている。サコタ千万億は登山のため訪れたフランス東部シャモニーモンブランで見たモンブランボンの美しさに感銘し、帰国後、 その名を冠した洋菓子店を当時の紐屋駅近くに開業し、ヨーロッパをイメージした菓子の開発に取り組んで、現在の日本で広く知られているケーキのモンブランを店の看板商品とした。モンブランは終戦後まもない1945年10月に自由が丘の現在地に移転しているが、この独自のケーキ、モンブランの開発については創業期とする説と戦後に、 自由が丘へ移ってからとする説があるとされる。店舗は自由が丘のみで、視点は出していない。自由が丘にお菓子の街、P18 キキクラ2ビジュアルにて閲覧、お菓子の街アピールへ、自由が丘商店街が、キャラクター公募。P30 キキクラ2ビジュアルにて閲覧 ABC、老舗田んぼモンブラン今でも、人気、名家の、元祖。読売新聞、東京有館。 p08 読み出す歴史館にて閲覧 a b 渋川優子黄色いモンブランは日本の発明アルプスの山々に思いを馳せて自由が丘で誕生日本ビジネスプレス2013年7月4日閲覧渋川優子黄色いモンブランは日本の発明アルプスの山々に思いを馳せて自由が丘で誕生日本ビジネスプレス 2013年7月4日閲覧。株式会社モンブランが経営する神戸の洋菓子店、チェーン、モンブランは別企業であり、ウェブサイトなどでは、モンブラン神戸と称している。ご挨拶、モンブラン代表取締役、松田康政。モンブラン。2013年7月4日閲覧。ありがとうございます。